はい、ハーモニカの西村博です。今日は、レッドムーン、僕が愛用してる、長年愛用してるバッグとか、ウォレットのメーカーなんですが、そこの、展示販売会に来てます。あ、ここにあるのはこれ、ウイスキーですか？いやいや、これバイタリスで整髪料、この瓶に似てますが、これは手入れする、ネイルフットでしたね、確かね。ニーツフットオイルです。あ、何？ニーツフットオイル。あ、ニーツフットオイル、失礼しました。いえ、何ですか、ニーツフットオイルって。まあ、あの自然なピュアなあのものに、あの近いものをこうカバンに塗って、ね、手入れするんですけど、うん、これ多分飲んでも大丈夫だから。いやいや、君は後で そこまでピュアじゃないですか。そうですか。僕がピュアですから。まあそういうものがこうあったりするわけですけど、意外とここ あのテーブルにあるグッズそのものもちょっと面白いでしょ。こんなハケがあったりね。これもこだわりの、これは豚毛でしたっけね。こう汚れ落とすやつですね。こういうものがあったりするんですけど、コロンブスの、これ最近あのレッドムーンではおすすめみたいですけども、これが川にいいということで、まあ、こういうのがあったり、商品はこの古いバッグっていうか、こう経年変化でこういうふうに艶っぽくなる。あ、経年変化、ね、経年変化です。まあ、経年劣化は山中君でしょうけどね、はい、劣化する一方でこれが、そして経年劣化が劣化じゃない、経年変化ですよ。うん、失礼な。これをちょっとこのライトのあたりで見ると、はい、まあ、元はこういうサドルレザーがこういうふうに使い込んでいくと艶っぽくなるっていうね。これで見えるかな。うん、いいかな。あ、いいですね。こんな感じで、こういう商品がいろいろあるんですけども、ちょっと茶菓子に来てみましたけどもね。まあ、僕は長年愛用させていただいてるんで。さあ、それでどうでしょうか。あれ、もろもろ、どこでいつまでやってるっていうのを選定されると、はい、じゃあ一緒にしましょう。はい、丸の内の丸善さんで、今日も24なんですけど、一応来週の月曜日27日までやってますんで、もしよろしければ。丸善の丸の内本店さんとね、日本橋さんとは間違いないですね。はい、ごめん、間違いで日本橋行っちゃったから、ね、歩いてきちゃったえらい歩いちゃった。アウトレットなんとかもう置いてるんで、ね、安くなってるみたいな。うん、いいですね。今日多分ここ俺らはもう 3,4 時間ここでタムロしてるけど、うんうん、それぐらい飽きないわけですが、さあ、最後にちょっと紹介したのがこのミシン。ミシンですね。ミシン、これは聞いた話だと足踏み式っていうのは今ないんで、それぞれパーツを取ってきて組み立てるっていう話なんですけどもね。下の方は蛇の目で、この上は、成功って書いてあるんですね。成功ってあの時計の成功ですか。なんでどうなんでしょうね。あとこのレザー用のミシンはここの丸いのが、あ、ボビンってやつね。ボビンはこの中の方でしょうけどね、多分。うん、こう縫うところが普通はフラットなんですが、ここがそうですか、丸いこういうふうにあの棒状になってますよね。ね、多分こう間違えてこう指挟んじゃったら指そのまま貫通するんじゃないかと思ってね。素晴らしいですね。この形が、この形がレトロで、うん、すごいなって思うんですが、まあ、ここにこうカバンがちょっとこうあったりしてね。レッドムーン製とは全然違うんですが、築地で買ってきたやつなんですけど、バイク乗るときと街を歩くときと全てよそ行きのブーツです。ブーツで済ませてるっていう、今日のカメラマンの山中君です。この格好で日本橋に行きました。イエーイ。じゃあ、西村博の今日の出来事終わり。